では原監督に伺います。八戸学院大学の高橋優希投手の交渉権獲得となりましたが、まず今の気持ちを聞かせてください。もう左投手ではナンバーワンの評価をしてました。で、まあ、そういう意味では、非常に可能性のあるね、まあ、我々の中ではもう、即戦力というその位置づけで、彼を指名させていただきました。150キロを超えるサウスポーの非常に力のあるボールを投げるピッチャーというふうに聞いていますけど、まあ、チェンジアップスライダー、私も画像を見たんですけども、映像を見てやっぱり素晴らしい、投手でした。まあ、ジャイアンツとしてはもう左ピッチャーナンバーワンという評価をしました。まあ、大学生ということもありますし、今後のこの来シーズンのジャイアンツのピッチングスタッフの中においては彼はどんな存在として育ってますか？いや、もう、まずは先発ローテーションの中に、ね、入ってくれればもうこれはもう一番いいと思いますね。まあ、しかし、しっかり彼を、ね、どれだけ大きく育ってくれるかという部分の、ね、位置づけの中で、見てですね、長く、ジャイアンツプロ野球で、ね、活躍できるような、そういうふうな育て方を、ね、したいと思います。原監督にとっては、まあ、就任早々の大仕事で、まあ、2度4人の抽選という形になりましたけれども、改めての1巡目のこのドラフトを振り返っていかがでしょうか？そうですね、まあ、残念ではありますけどね、まあ、私が引いた時にはもうなかったという部分でね、まあ、諦めもつくかなと、あそこであった状態で、引けなかったらね、今日は寝れないかなというぐらいのね、ありましたけれども、まあ、これはルールの中で仕方がないことだと思っています。そして2巡目以降、またこの今年のドラフト戦略を含めて、どういった形で進めていきますか？まあ、見ててください。きちんとした、まあ、シミュレーションも含めて、やってますんで、それほど迷うことなくですね、進んでいくことを、まあ、私は願ってます。はい、ありがとうございました。